私たちは必ずアイドルにならなければいけないんです。今はチャイルドとして人間のような体を得たけど、本当の私はしばらく前に引退したアイドルが育てた。ご主人様は 99% の努力と 1% の勇気だけでは夢を叶えられないと言っていました。だけどそう言いながらも毎日の練習を休んだことなんてありませんでした。最高のアイドルになってあなたが正しかったと教えてあげたいんです。